国鉄時代の電車ですね。踏切の非常ボタン押してみたいと思います。行きます。はい、それでは本日北長瀬から京都市内の乗車券、岡山新大塚自由席。はい、こんにちは皆さん、始まりました。今日はね、優待券をもらったんで、JR が半額になるみたいなんで、料金がね、ちょっとね、岡山から京都にね、行ってみようかなと思ってます。で、その株主優待券に京都鉄道博物館の割引券がね、あったんで、まあ、それも含め、ちょっとね、行ってみたいと思います。はい、というわけで京都駅に来ました。京都、岡山より暑いですね、めちゃめちゃで、ほんまは電車でその鉄道博物館まで行けるらしいんですけど、歩いて行こうかなと、バスもあったりしますけど、歩いて行こうかなと思ってます。現在地がここなんですけど、鉄道博物館は、だいぶ歩いて、この京都水族館とか上野工事の上の方にちょっと行ってみます。だいたい、鉄道博物館まで20分なんですけど、道がねストレートに行けるわけじゃなくて、結構ね細い道行ったりグネグネしたりね、分かりにくい感じですね。これはもう地図があった方がいいというか、あの人についてった方が良さそうな感じですね。僕も全然ちょっと場所が分からないんですけど、とりあえずね、前の人についてってるような感じですね。行ってみます。はい、というわけで、なんとかね現地に到着しました。この割引券をね使って中に入ってみたいと思います。はい、はい、いただきます。はい、というわけで、無事にね中に入れました。実際ね1200円だったところが半額の600円になりました。平日なんでそこまで人はいないんで、ちょうどね撮影しやすいかなと思います。持ってきました。これですね、国鉄時代の電車ですね。
で、この隣がゼロ系の、東京オリンピック、昭和39年に行ってきたこのゼロ系ですね、最高運転速度が210キロという、というわけで懐かしいですね。最近の新幹線よりちょっとね間隔が結構広いなという気がしますね。座席数も両サイド2席ずつ。これがゼロ系の踏切の非常ボタン、押したらどうなるのかちょっとねやってみたいなと思います。よく駅でもある非常ボタンをね、ちょっと押してみたいと思います。いきます。感じです。結構ね、音がでかいです。Thank you.
なる。この切符は使えません。
この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。